近郊作戦とは、日中戦争中の1941年3月15日から4月2日までの間、江西省、江の支流、近郊周辺で行われた日本軍の作戦である。上高を拠点とする中国軍に打撃を与えるため、出撃した日本軍が反撃を受けて撃退された。この戦闘の中国側の故障は、上高海戦。 1941年2月、シナハ県軍総司令部は、第11軍所属で、安シに駐屯する、第33師団を河北に転用することに決定し、4月上旬移動を開始することになった。しかし安シ、南昌方面では、まだ中国軍に打撃を与える作戦が行われたことはなく、第33師団の移住に先立って、 この方面で退治する中国軍第19、集団軍に一撃を与える作戦が考えられた。第11軍司令部では、短節作戦の方針であったが、第34師団司令部はこの作戦に、意欲的で、上高の攻略を考えていた。第34師団は、作戦のための訓練を始めたり、多数のクーリーを挑発して、準備を進めたが、その様子はすぐに、 中国軍に伝わった。こうした日本軍の準備行動が敵側の防備を固めさせる結果になるのが中国戦線では慣例の状態となっていた。第33師団は第34師団に作応しながら敵を圧迫する方針であり、両師団の連携が作戦成否の鍵であるにもかかわらず、軍司令部で事前に調整された記録は残っていない。また、 第11軍司令部は戦闘司令所を開設せず、平常通り観光にあって、作戦内容は部隊任せであったため、この作戦は当初から危険な問題をはらんでいた。3月15日未明、日本軍は進撃を開始、中央を進む第34師団は17日高安を攻略した。北翼の第33師団は予定通り第70軍を 北から攻撃して南方へ圧迫、目的を達成して19日に反転を開始、23日に安吉に帰還した。その頃、第34師団と独立混成第20旅団は上高を目指して精神を始めた。20日、第34師団は近郊支流の死水を溶かして上高に迫った。しかし、近郊南岸を進撃する池田旅団の一部は、 19日に優勢な第26子の反撃を受けて激戦となり、旅団主力も第51子と激戦を交えながら進んだ。主攻の第34師団は22日から上高城内に対する攻撃を始めたが、死水を溶かする前後から背後に優勢な中国軍が溢れ始め、自衛戦闘力の乏しい師団戦闘指揮所や氷。 野戦病院に猛攻を加えてきた。この中国軍は、第33師団に圧迫されて南方へ退却してきた、予備第9師と第19師の2個師であり、第33師団が目的を達成したことで、第34師団が攻撃を受けることになって、しまったのである。中国軍は、師団司令部への近接攻撃を繰り返し、大賀師団長の行利が奪われるほど切迫した。 状態になった。第74軍の抵抗は激しく死傷者が増加したため、23日、第34師団は、上高への突入は断念し、城内への砲撃だけを続けていた。3月24日、北方から急進してきた第72軍も戦場に到着し、第34師団は、中国軍急個市の方囲の中に入る形となった。 第34師団の大賀師団長は、第11軍司令部に救援を要請して、部隊に反転を命じた。驚いた第11軍司令部は、第33師団に再出撃を命じ、木下伊佐無参謀長を、急遽南省へ派遣した。第33師団は24日未明から進撃を、始め、27日に、第34師団と連絡を遂げて、その撤退を援護した。 反転後、高安に到着した池田旅団も、西方の旅団居に収容陣地を設けて、第34師団の撤退援護を行った。3月27日、第34師団は、数百人の患者を含む全部隊がようやく、死水を渡り、交代を開始した。しかし、師団の行く手には、中国軍の予備第9師が陣地で待ち構えており、 後ろからは六個子が追撃してきていた。この日、勝利を確信した、タク英将軍は、総攻撃を命令し、翌日夕暮れまでの期限付きで、高額の賞金を布告した。夜になり、師団は豪雨の中を進んでいたが、野戦病院を警護する、野砲兵第八中隊が優勢な中国軍の攻撃を受けて全滅した。翌十八日に、竜団へ到達した時には、 数百人の俯瞰を要する単価隊の列が7から八キロ続いたと言われる。この日、第33師団不評、第214連隊が第34師団司令部と連絡し、救援に成功した。第34師団は高安を経由して4月2日に現地打ちに帰還した。一方の第33師団は各所で激戦を交えて29日に反転を開始したが、 途中で中国軍の側撃や追撃を受けて苦戦しながら敵中を突破した。師団の三方隊は前段を打ち尽くし、弾薬の空中投下を受けて戦いながら4月2日に帰還した。中国側は空前の大勝利と宣伝し、小解石は部隊に賞金15万元を支給したという。中国側の記録によれば日本軍に支障約1万5000余りの損害を与え、 捕虜17名、三砲6門、迫撃砲1門、軽機関銃24丁、小銃408丁、敵弾頭24丁、各種弾薬11万1717 17発を、露隔したとされ、中国軍の死傷者1万7119名、失踪2814名となっている。作戦中、第34師団の三謀長、 桜井徳太郎大佐が腹を切る一幕があった。これは、積極派の大菓子団長と、慎重派の桜井参謀長の作戦方針が相入れなかったことに起因する。桜井参謀長は、この負傷で交代し、大菓子団長は、当初の思惑通り上高への突進を開始した。第11軍は、この作戦以後、中国軍第74軍を宿敵とみなし、9月の、 第一次調査作戦において、同部隊の撃破を目指した。また、この作戦の影響で、第33師団の河北への転用が遅れ、中原海戦の前日に、戦場へ到着したため、第33師団は、何の準備もできず、作戦に入ることになった。支那自編陸軍作戦356から357校。中国軍の死は、師団に相当。AB。 シナジヘン軍作戦357から361項、AB 小島、310の311ページ。50トン用の物量、梱包92個が同化された。第3飛行集団戦闘用法第90号。小島、311の312ページ。伊藤、78から79ページ。シナジヘン軍作戦362項。 ありがとうございます。